おはようございます。2、3日前から農機具とか車とかどう処分すっかねなんて話を してたら、車はなんだかいっぱいあるんですね。これは僕の新車なんですけど、これ以外にマニュアルの K でしょ、あとマニュアルの K のワゴン、バン、それからなんか30年落ちぐらいのクラウン、ちゃんと車検もやってるやつと2トントラック、もうすっごい古い、でもちゃんと動く、車検も取ってる。それからユンボがあって、2トントラックとユンボ買い取りたいよっていう人がいて、いやーユンボどこにあったっけかねつって、ずっといろいろぐるぐる走り回ってたんですけど、こんなところにありました、我が家のユンボです。いやーよかった。もうボロですけど、まあ乗ってないからですけど、つる絡んじゃってますけど、全然動くはずです。あ、なんかすごいけど、ほらこういうやつです。セコも入ってます。から横に、まあ、キャタピラ君だな、堆肥を運んだキャタピラ君がね、ですね、これもありました。よかったです。